はい、エルカチャンネルのショでーす。キリキリー面白い。あ、挨拶それ確定かなお、ちょっとそれで今後もよろしくお願いしますね。お面白い今日なんだっけ何するんだっけ忘れたよなんか、飯をですね、サイゼリヤの1000円ガチャ、こないだ竹焼翔さんがあげてたやつかな、あれ見てちょっと面白そうだったんで今やってきてます。ちょっと動画はもう見てるんでどんな感じっていうのは分かってるんですけど、さあ何が出るんですかね。まあとりあえず行ってみましょう。レッツゴー、うん、まあ空いとるけんいらっしゃいませ。どうもどうも。今日なんかえらい調子いいっすね。勉強開けないじゃない。なるほど。明日ばっか怒られそうだから。あ、まあじゃあ食べていきましょうか。はい。じゃあ食べていこうと思うんですけど。どうぞ。俺は。サイゼリヤの1000円ガチャをして、でそれで、まあ、一応季節限定的なのをで決めようかと思います。はい、わかりました。じゃあこのサイゼリヤの1000円ガチャでメニューを決めますね。ポチッとね。お、なんか出てきたよ。まずダメだろ。グラスワインが出た時点でやり直しだね。次。ああ、でも季節限定が入ってないから。次。ああ、まだダメですね。もう一回。お、なんか出たぞ。たっぷり野菜のミネストローネ。どれどっかあります？多分パスタ系じゃないと思うよ。うん。そこでもない。あ、あった。パスもう一回。違う。スープ入りトマト味ボンゴレ。これはまたパスタだね。いやー、俺季節限定はアイスがいいんだよな。アイスがあるはずだよ。あ、これか。あ、これか。うん、こいつが出るといいなと思ってるんですけどなかなか来ませんね。なんであ、来た。アクションカメラで撮ってたんですけど、メモリーカードがいっぱいということで途中で止まっちゃったんで、続きはスマホで撮っていきたいと思います。さあとりあえず注文しましょう。さあなんだかんだ揃いましたよ。フォッカってなんだろうね。さあほうれん草のグラタン、まあ食べましょう。おいしい？問題がね、はい、ご飯頼んでないってだけ知っとるよ、それ知っとるよ。作ったって。ごめんか。だけご飯いる？頼む？ああ、さすがですな。グラタン扱う。カプチーノが来たよ。見てこっち、プリントカプチーノだってさっきね、来世頼むの忘れたって言ってね、なんかね、ブーブー言ったけんまあいただきましょう。いやー、なかなかアクシデントがありましたね。何でしたっけ。あ、ライスがなかったご注文繰り返しますね。ミックスグリル単品。こっからね、言うのも恥ずかしいかい？いや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 、そこは言わんと。ああ、よいしょ。ね、で、俺のショックなことといえば、アクションカメラのデータがいっぱいですって。ああ、そっか。途中で録画止まっちゃったもんね。びっくりかな。ということで、サイゼリヤ1000円ガチャをやってみたでした。店員さんがめっちゃ困ってたっていうのが印象に残りましたわあ、めんどくせえ客みたいな感じでしたね。はい、ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。